漢字尾河川とは、下流において流速安いが潮の緩満の影響を受けて変動する河川のこと。潮入川り川、あ塩河川とも言う。漢字尾河川でない川は、非漢字尾河川という。漢字尾の影響を受ける区域を漢字尾区間あるいは漢字尾域という。漢字尾区間、漢字尾域のことを、科学、生態学等の用語である。 奇水域と、同義とする資料も多いが、研究分野が異なるだけに厳密には異なる概念であり、該当する区域にも若干のズレがある。漢字をの影響を受ける川筋は、漢字を稼働という。中国語でも、漢字を河川という。英語では、タイダルリバーといい、漢字を区間は、タイダルリーチという。漢字を区間の範囲は、 勾配が緩やかなタイガほど大きくなる。漢字を区間においては塩分濃度も変化するが、ごく下流に限られ、流速や水位に比べると変化は小さい。水と海水の比重の違いから、満潮の時に底部に溜まった海水が上流に向かい、上層にある下水は下流に流れる現象が生じることがある。漢字をにおいて壁状の波が逆流する現象は、 解消という。世界にある漢字お線を挙げていこうとすればそれこそ、霧がないが文献で言及されることが多いなど、特筆性の高い漢字お線というものはあり、ここではそういった川を記載する。ありがとうございます。